ははい皆さんこんこにちは機械系男子のキッチです今回はですね、えー、僕がどんな本を好き好んで読んでるかについて、えー、お話ししていこうかなと思いますその話をね思い立った経緯としては今現在ですね僕はまたあの宮本照さんの作品を読んでるんですね「えー、泥の川と蛍川」っていうこちらの本をですね今読んでるところで泥の川を今読み終えたところなんですよでまあそれをもってしてやっぱり宮本照さんの作品好きだなぁと 僕は思いましてじゃあなんで僕こんなになんか宮本照さんの作品に惹かれるのかなっていうふうに考えて、えー、今のさっき言った、えー、自分がどういう本を好き好んで読んでるかに話をつなげていこうかなと思ったんですけどその話をしていくにあたってちょっとね段階を踏んでいこうかなと思います、まあ、1個目はですね僕がどういう話が好きかっていう小説の中でもどういうジャンルっていうのはどんな話がどういう要素があると好きかっていう話とでそこから何で僕がそれは好きなのかっていうお話ですね で最後にその要素が宮本照さんにどう関わってくるかっていう絡んでくるかっていうのをこの3段階に分けてお話ししていこうかなと思いますはい、えー、ではですねまず最初に自分がどういう話が好きかどういう要素が入っていると好きかっていう話なんですけども、まあ、それがですね、えー、一言で言っちゃえば、まあ、人の取捨選択が見れる話っていうのが、まあ、僕はね結構好きなお話ですどういうことかっていうと、まあ、僕のね考え方もそれに近いんですけども何かを成し遂げるには何かを失う必要があるというか 逆に言うと何かを失った人はそこから何かを得られる可能性があるんですねそういうふうな考えに基づいてて人にとっての視者選択まあどっちか一方を選ぶしかないっていう状況においてその人がどういう価値基準で、えー、どういう測り方でね判断をしていくかっていうのを見るのが結構僕好きなんですよなのでねそういう要素が入ってる話っていうのは僕結構好き好んで読むんですけども例えばね代表で言うとね僕はまあこれが究極かなって思うんですけど「まあ、浦賀市側ですね この話なんかは本当に人生の岐路においての主や選択で、えー、どっちか一方しか取れない。恋を取るか、仕事を取るかとか、あとは自分一人の贅沢を取るか、まあ、みんなとね、まあ、貧乏ながらも、みんなとの楽しい生活を取るかみたいな、そういう一方を取ったら一方を取れないっていう人生の岐路についての選択なんですけども、あとはね、つなぐなんかも好きですね。これはね、まあその駆け引きみたいなものもちょっとあるんですけども、ここで話すべきかどうかとかっていう、 えー、ここで話しとかないと一生後悔するかなっていうような、まあ、選択ですね。やっぱり主者選択する以上、自分が取らなかった方に対して後悔をすることもあるんですよ。あっちの道を選んだ方が良かったっていう風な。そういうのもね、見るのも結構好きなんですよ。ちょっとね、性格悪いって思われちゃうかもしれないんですけども、まあ、そういうのがね、結構好きなお話になってきます。はい。で、まあ2段階目でですね、なんで僕がじゃあ、その、人の主者選択、何かを捨てて何かを得る話が好きかっていうとですね、これはね、究極的なとこ行っちゃうと、 まあどう生きるかをですね、自分の参考にしたいっていう話なんですよ。結局、人がね、何か二つで迷って、まあ、どっちかを取るっていう話になった時に、結局そこで出てくるのはその人の価値基準なんですよね。その人にとってはその二つのものが、同じぐらいの重さでどっちを取るか迷うっていう話なんですけども、その人にとっては、同じぐらい結構大事なものが、天秤に乗っかってるわけですよ。で、その天秤そのものってのが、その人の生き様っていうか価値基準になってくるわけで、その人の世界の見え方っていうか、 使いの測り方かなまあ天秤だとちょっと分かりづらいけども定規みたいなもんでその人がどういう測り方をしてるかその人にとっての重要度の高さを表すためにどういうふうな測り方をしてるかっていう定規みたいなもんですね、まあ、この天秤っていうか定規っていうかそのね人の価値基準それをね僕は見たいんですよね、まあ、それは結局は自分の人生においても、まあえー、同じような場面が出た時にどっちか一方を取らなきゃいけないってなった時に、まあ、自分はどういうふうな選択ができるだろうかっていうのを考えたいがために 他のね人の価値基準っていうのを、まあ、見たいっていう傾向があるんですよだからですね僕はその人の死野選択とかあとはその選択によって生まれた後悔とか、まあ、そこら辺をねすごい参考にしたいっていう思いで自分にも役立てていきたいと思ってそういうのをね突き好んで読む傾向がありますはいでまあ最後ですねじゃあなんでそこからね人の死野選択が好きっていう要素とその宮本照さんの作品がどういうふうに絡んでくるかっていう お話ななんんでですすけどもちょっとねストトレートに実は繋がらないんですよ、えー、僕がね今まで好き好んで読んできた人の主者選択が見れる話と、まあ、宮本照さんの書く作品ってのはちょっとね違うことをね、まあ、対象としてるんですよね人の主者選択が見れる話っていうのはいっぱい読んできたんですけども宮本照さんそこと何が違うかっていうと宮本照さんはねその人の価値基準を見せてくれるんじゃなくて、えー、一回ね主人公の価値基準が壊れてでまた組み直されて ちょっっと主人公が成長しててていいくくうその過程をね見せてくれるんですよなので他の話だと大体がその人が何に基づいて、えー、判断を行ったか選択を行ったかっていうのは見れるんだけどもその判断基準そのものが一回壊されるっていうそれにフォーカスを当てて書いてる作品っていうのはやっぱりなかなかね今まで出会ったことなくてだからこそねちょっと宮本照さんは新しいっていうか、まあ、自分の中ですごい新鮮だったんですよ。 だから宮本照さんの各作品自体は、主者選択の話じゃないんですよ。何かを取って何かを失うような話じゃないんだけども、でも、主人公がもともと持ってた価値基準が壊れて、組み直されていく過程を見ることができるんですよね。だから、読んでるね、僕からして別に僕のね、価値基準が壊れるわけじゃないんだけども、でもその価値基準が壊れて組み直されていく様を見る、それを見ることによって、なんかね、自分の価値観も変わりやすいっていうかね、かえー、変わる過程を見てるからこそ、変わることができるっていうか、 新たなものを受け入れて、まあ、今までの自分の価値観を壊すことができるようになるのかなってそれをね助けになっているような気がしててだからね結構ね宮本照さんの作品すごい好きなんですよ多分ね他の作家さんでも全然その主人公がね登場人物が成長していくって話は全然あるんですけどもなんかねやっぱ宮本照さんの書き方なのかね何かの瞬間主人公が別に何ともない瞬間を見た時その描写があるだけでなんかね主人公の心が変わったような価値観が変わったようなこっちも読み取れるんですよね 別に明記されてるわけじゃないんだけどもその描写があることによってこっちも何かがね主人公の中で何かが変わったなっていう風の感じ取れることができるんですよそれがねやっぱ宮本てさんのね作家としての器量かなって思うんですよ全然ね不自然な書き方されてないんだけども読者からしてもその瞬間を逃さないっていうのかなその描写に何か意味があるっていう風にこっちも感じ取れるような書き方をねされててねすごい作家さんだなって思うんですよねなのでまあ今年はですねこの ま、宮本照さんの作品2作目ですけども、いろいろと宮本照さんの作品をね、いっぱい読んでいこうかなと思います。まあ、そんな話で、えー、僕のね、えー、好きな小説のジャンルのお話でした。まあ、少しでも参考になったら嬉しいなと思います。はい。それではですね、今回の動画はここまでになります。ご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。